と、あった。ミクは私と同じクラスだよ。え？そうだね。星野さんも同じクラスみたいだし、それから。おはようございまーす。お久しぶりです。大鳥 M です。同じピュアハートクラスだね。よろしくお願いします。クラスに名前がついてるんだって。私たちのクラスはピュアハート。なんだか変身できそうで可愛いよね。ん？そういうアニメがあるんだよ。もしかして知らない？じゃあ今度お家に遊びに来る？アニメ1話から最後まで全部見れるよ。それに他のシリーズの。あ、チャイム鳴っちゃった。後で続き話そうね。きっとそうだと思うよ。